こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人はどこのお店でビジネスウェアを買うべきなのか、プロが徹底解説しますというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、ビジネスウェアですとかスーツ、結構皆さんもですね、普段から買われると思うんですが、どこのお店で買えばいいのかわからない、こういった結構悩みを持っている方は少なくないかなと思うんですね。しかも最近は以前と比べてビジネスシーンで着る服だとかドレスコードみたいなものも少しずつ変わってきているので、今の自分に合ったスーツだとかビジネスウェアはどこで売ってるのか、どこで買えばいいのかわからないという方も少なくないかなと思います。ということで、今回の動画では個人向けのスタイリスト歴14年の僕がですね、忖度なしでこのあたりのショップが皆さんにおすすめですよというところを徹底的に解説をしたいなと思います。今回の動画を見ていただければ、まあ、どのようなスーツショップがあって、どれぐらいの価格帯が自分にとっていいのか、自分の職場の環境だとかライフスタイル、もしくは好みにはどこのブランドが一番近いのか、そういったところがしっかりと理解していただけるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ここから具体的にですね、皆さんにおすすめのスーツのブランド、お店をですね、ご紹介したいなと思ってるんですが、今回は価格がリーズナブルな順からどんどん解説をしていきたいなと思っています。ということで、まず一つ目のブランドはザ・スーツカンパニーですね。これはもう皆さんにとってもおなじみのブランドかなと思うんですが、最近ですね、名前が変わったのを皆さんご存知でしたか？ザ・スーツカンパニーからスーツスクエアという形でブランド名が変わったんですね。とは言っても、ザ・スーツカンパニー自体がなくなったわけではなくて、まあ、スーツスクエアの中にはザ・スーツカンパニーですとか、レディースのホワイトというレベルですとか、あとはユニバーサルランゲージですとか、オーダーに特化したユニバーサルランゲージメジャーズ、この4つの業態が1つになった店舗にですね、今後変わっていく予定なんですけども、ザ・スーツカンパニーをですね、一言で表現するならば、僕はスーツ界のユニクロという表現が一番わかりやすいんじゃないのかなと思っています。価格帯はリーズナブルなんだけども、ベースとなるスーツのデザインもいいし、素材感も結構いいんですね。まあ、スーツカンパニーは母体が洋服の青山なので非常に大きいので、なるべく多くのですね、素材を購入して、それをスーツの形にして販売することで、なるべくですね、質のいい素材を使いながらリーズナブルな価格帯で抑えているという点には、まあ、圧倒的な強みがあるかなと思います。また仕上がり自体もすごく良くて、縫製の質も含めてバランスがいいので、まあ、このあたりのコスパ面で言ったら、最もですね、今回ご紹介するスーツショップの中でクオリティが高いのはスーツカンパニーかなと思います。価格帯で言うと2万円からだいたい5万円ぐらいのレンジになっていまして、スーツショップの中では比較的抑えめだと思います。まあ、このスーツカンパニーと同じようなジャンルの中にはスーツセレクトだとかオリヒカだとか様々なブランドがあるんですが、その中でも僕はザ・スーツカンパニーが好きな理由というのは、まあ、デザイン的にはベーシックで使いやすくて、イタリアのスーツをベースにしたようなベーシックの中にも少しですね、遊び心があって、なおかつトレンド感をですね、うまくミックスさせるところが上手なので、そのあたりは個人的にスーツカンパニーが素晴らしい点だなと思っています。主に20代から30代の男性に向けてスーツカンパニーの商品って作られてるんですが、まあ、機能面だとか扱いやすさというところにも考慮していまして、使い勝手もいいですし、シルエットもおじさんっぽくならないようなシャープなものが多かったりするので、僕たち30代40代の世代でも若々しくスーツを着こなすためには十分な要素が兼ね備わってるのかなと思っています。そしてもう一つ、僕の中で最大の魅力と感じているのはサイズ展開の広さなんですね。まあ、これからご紹介するようなお店は基本的にはですね、スーツのサイズというのは SML、LL みたいな分かりやすい表記だとか、まあ、ヨーロッパのサイズ展開である44、46、48みたいな、基本的には限られたサイズの中で選ばなくてはいけないというところがほとんどなんですが、まあ、スーツカンパニーにおいては身長別ですね、165だとか170、175、180という形で身長別で細かくですね、サイズが分かれているというところですね。そして身長の中でもさらにウエストサイズによってサイズが細かく分類されているので、かなり自分の体にフィットしやすいスーツが選びやすいかなと思うので、なかなか自分にしっくりくるサイズが見つかりにくい方にはスーツカンパニーは特におすすめかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目に入る前に、皆さんもですね、一つ疑問があると思うんですね。一番下の価格帯をスーツカンパニーと言ったけども、じゃあユニクロのスーツはどうなのというところなんですが、個人的にはユニクロのジャケットとパンツ、サイズ展開も広いですし、オーダーで細かな調整もできたりするので、かなりいいと思うんですが、個人的にはあんまりおすすめはしていません。ユニクロのスーツは、やはりユニクロの根底にある素材感も良くて、デザインも使いやすいベーシックで、なおかつ価格帯が抑えてあるという点では、すごく扱いがしやすいんですけども、
スーツというジャンルにおいてはやっぱりですね、専門のブランド、ちゃんとそこだけを研究しているような、そういったブランドですとかお店で選んだ方が僕はバランスがいいものが手に入りやすいのかなと思います。ビジネスで着るものなので、やはりある程度着ることで気分が上がるかどうかというところも結構大事だと思うので、そういった点ではユニクロのスーツセットアップというのは決して悪くはないんだけども、ちょっとビジネスで使う上では物足りなさを感じるかなというのが個人的な見解なので、まあ、そのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のショップなんですが、ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラックスイングですね。僕の動画の中でもよく出てくるブランドではあるんですが、普段僕の動画ではグリーンレーベルのアイテムってカジュアルのものをですねご提案することが多いんですが、意外とビジネスカジュアルとかスーツスタイルにもですね力を入れてるのがグリーンレーベルなんですね。僕も新卒で会社に入社した時にはほぼ全身グリーンレーベルでスーツですとかシャツネクタイを揃えたぐらいですね、グリーンレーベルとの付き合いは長いんですけども、どちらかというとスーツカンパニーはビジカジよりもスーツというところに重きを置いていて強みもあるかなと思うんですが、グリーンレベルに関しては元々がカジュアルウェアのブランドではあるので、ゴリゴリのスーツよりはビジネスカジュアルですね、このあたりが圧倒的に強みがあるブランドかなというふうに思っています。まあ、先日グリーンレベルのですねビジネスカジュアルの動画を出しましたが、使い勝手のいいセットアップですとかジャケット、もしくはその内側に着るようなポロシャツですとかノーネクタイ用のシャツですとか、あとは革小物も良くて、結構グリーンレベルのビジネス用のシューズオリジナルで作っているものだとか、ジャランスリワヤにですね別注したモデルだとか、結構このあたりも良いものが多いんですね。なのでビジネスカジュアルで選ぶのであればグリーンレベルはめちゃくちゃ強いというところは頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、最近はですねビジネスシーンの着こなしもどんどんカジュアル化してきていまして、ゴリゴリのスーツスタイルからビジネスカジュアルというところが浸透して、このビジネスカジュアルも徐々にカジュアル化してきて、私服だとかカジュアルのコーディネートと結構近しくなってきているので、まあ、そのあたりにおいては結構グリーンレーベルだとか、これからご紹介するのはお店はかなり強みがあるかなと思うので、そのあたりのスタイルを普段から好まれる方はグリーンレーベルは覚えておくといいんじゃないのかなと思っています。まあ、価格帯で言うと、まあ、例えばセットアップだったら、まあ、ジャケットで 2.2 万円前後、ボトムスで1万円前後くらいなので、トータルで 3.5 万円前後でセットアップが揃うかなという感じです。このあたりの価格帯も高すぎず安すぎずというところでかなり手が出しやすいかなと思うので、ぜひチェックしてみていただければなと思います。はい、続いて3点目のブランドなんですが、エディフィスですね。このブランドも僕自身ですね、個人的に20代の頃からずっとカジュアル着でお世話になってきましたし、スーツもですね結構エディフィス良くて何度か購入したことがあります。まあ、これは体型によるかなと思うんですが、エディフィスって結構シャープで体にフィットするようなスーツが多かった印象なので、まあ、僕はよくオリジナルで購入することが多かったんですね。サイズ展開も意外と豊富で、まあ、イタリアサイズでいうところの 42XS サイズから展開があるので、まあ、僕自身もよく選んでいたわけなんですが、エディフィスもゴリゴリのスーツスタイルが得意なお店というよりは、どちらかというとグリーンレベルと共通した点ではあるかなと思うんですが、ビジネスカジュアルが強い印象なんですね。セットアップのスタイルだとか、あとはジャケット単体ですとか、そのジャケットに合うようなワイドカラーだとかカッタウェイ型のシャツだとか、このあたりがしっかりと揃っているのがエディフィスの強みなんですね。僕は結構ビジネスカジュアルでノーネクタイで使うようなシャツとしては、ボタンダウンシャツも好きなんですけども、第一ボタンを外した時の襟の広がりが綺麗な結構イタリア的なですねカッタウェイ型のシャツがすごく好きなんですね。かつてはいろんなセレクトショップのオリジナルでこのカッタウェイ型のシャツってやってたんですが、今はほとんど見かけることがなくなってしまって、イタリアブランドのフィナモレだとかそういったところは今でもしっかりとカッタウェイのシャツやってますが、国内のセレクトショップのオリジナルではなかなか見当たらないんですが、エディフィスではしっかりと取り扱いがあって、これがめちゃくちゃ使えます。それだけではなくて、ジャケットに合わせられるようなカットソーですとか丸首のニットですとか、このあたりもしっかりと充実をしてますし、ビジネスカジュアルを揃える上では非常に心強い存在がエディフィスなのかなと思います。結構ですね、グリーンレーベルとエディフィスで価格帯ですとかビジネスカジュアルが強いというところではすごく似たような路線ではあるんですが、僕の中では明確な違いがありまして、グリーンレーベルの方が親しみやすくて気軽にトライしやすいようなフレンドリーさがあるんですね。ここがすごくですねグリーンレーベルの強みだと思ってるんですが、エディフィスは一方でちょっとですね大人の余裕だとか色気があって、おしゃれが好きな方でも納得できるような、そういった若干の癖があるのがエディフィスかなと思っています。ですので
この2つはどちらを選ぶのかは人によって大きく変わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもサイトですとか店舗のアイテムを見ながらですね、自分に合うものを選んでいただきたいなと思っています。まあ、エディフィスの価格帯なんですが、ジャケットでだいたい 2.4 から 2.5 万円前後、ボトムスで 1.3 万円前後で、だいたい3万円台後半から4万円前半ぐらいでセットアップが揃うぐらいなので、まあ、グリーンレベルよりはやや上がりますけども、少しこだわりを持って人との違いも含めながらビジネスカジュアルを楽しむんであれば、エディフィスめちゃくちゃおすすめなので、チェックをしていただきたいなと思っています。続いて3点目なんですが、ユニバーサルランゲージですね。先ほど名前ちょっと出てきましたが、スーツカンパニーの兄弟ブランド的な立ち位置になります。スーツカンパニーがだいたい20代から30代で、コスパ重視のスーツを買うには素晴らしいレーベルなんですが、そこよりももうちょっと価格帯を上げて、素材感ですとか生地のグレードを上げたいだとか、さらに作りのいいスーツを買いたいという場合は、まあユニバーサルランゲージがすごい強いと思っています。まあ僕がスタイリスト歴14年の中で最もビジネススウェアのご提案で使ったのはユニバーサルランゲージかなと思います。これなぜかというと、コストパフォーマンスが非常に高いんですよね。先ほどお伝えしましたが、スーツカンパニーユニバーサルランゲージの母体は洋服の青山で、かなり規模の大きな企業なんですね。なので生地の仕入れの量も半端じゃないですし、生地ブランドとの関係性が非常に強固なので、この価格帯でこの質感のスーツが作れるのかという驚きがユニバーサルランゲージはあるんですね。ただやっぱりお店の数が少なかったりして、なかなかですね、買い物がしづらかったというところがあるんですが、まあようやくですね、先ほどお伝えしたように業態がちょっと変わりまして、スーツスクエアという形で、通常のスーツカンパニーであったお店の中にもユニバーサルランゲージというところが今後ですね、しっかりと組み込まれていくので、割とですね、これからは買いやすくなってくるんじゃないのかなと思っています。まあスーツの価格帯で言うと 5.4 万円前後ですね。まあカノニコだとかレダのような、まあ、知名度のあるですね、生地ブランドのファブリックを使いながら、まあ大体これぐらいの価格帯で抑えてあるのは非常にコストパフォーマンスが高いと思います。まあ、スーツカンパニーもいいんだけども、もうちょっと年を重ねて大人っぽいスーツが着たいな、そんなに量は必要ないから、ちゃんとしたスーツを買いたいんだよな、だけどもコストパフォーマンス面もちゃんと考慮したいんだよなという方には、ユニバーサルランゲージはめちゃくちゃおすすめです。まあ、こちらもビジネスカジュアルも強くはあるんですが、やはりどちらかというとスーツウェアに重きを置いている部分があるかなと思うので、コスパが良くてちょっといいスーツを買うのであれば、ユニバーサルランゲージめちゃくちゃおすすめなので、チェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のブランドなんですが、ビームス F ですね。ここも欠かせないブランドだと思います。いわゆるセレクトショップが作るスーツというのは、他にも様々なブランドがありまして、先ほどご紹介したエディフィスのスーツ、僕も大好きで何度か購入したことがあります。他にはトゥモローランドのスーツ、これまためちゃくちゃいいです。個人的にトゥモローランドのスーツも何着は買ったことがあるんですが、やっぱりセレクトショップの中でも少しエッジが立っていて、トゥモローランドのものづくりってすごくですね、業界の中ででもファンが多いんですね。そういった意味ではトゥモローランドのスーツも素晴らしいなと思うんですが、まあ、この様々なセレクトショップのオリジナルスーツの中でやっぱり注目すべきなのはビームス F で間違いがないのかなと思っています。で、価格帯なんですが、だいたいですね9万円台からという形で一気に価格帯が上がるんですね。まあ、使っている生地のブランドも良くて、ドーメルですとかゼニアですとかロロピアーナですとか、まあ、このあたりをふんだんに使っていたりだとか、スーツ自体の作りも非常に良くて、日本の職人さんが丁寧にですね一着ずつ作り上げてるんですね。で、この後ご紹介しますが、イタリアのブランドのスーツとかも非常にいいんですが、やはり日本人とイタリア人では体格の差もありますし、日本人の体型の特徴というものがあるんですが、そのあたりを考慮しながらしっかりとパターンを作っていて、体型に合うような様々な考慮が職人の技量によってしっかりと再現されているので、そのあたりの安心感だとか信頼感は非常にですね、高いのがビームス F のものづくりかなと思っています。まあ、ちょっと前ですね、イタリア系のファッションが大人の着こなしの中に大流行した時がありまして、まあ、その火付け役といいますか、そのブームを牽引してたのが、まさしくビームスを代表する中村さんですとか、西口さんのような、非常にセンスがあって知識も豊富なスター選手の方々がいるわけなんですね。やはり日本のスーツを語る上で、ビームス F のスーツというのは欠かせない存在だと思いますので、ちょっとスーツにはこだわりたいんだよな、作りの良さだとか素材感の良さ、まあ、バチッと仕事でスーツを着たいんだよなという方はですね、まずはビームス F に行ってもらう
らうと間違いがないかなと思います。まあ、店舗で言うと原宿にビームセーフありますし、あとは丸の内のビームサウスですね。このあたりに行けば、ショップのスタッフの方の知識ですとかセンスも非常に信頼感がありますので、間違いのないスーツ選びができると思います。ぜひ接客も含めて最高のですね、体験ができるかなと思うので、ビームセーフのスーツもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目なんですが、このジャンルはですね、イタリアのブランドという形で、具体的に言うのであれば、タリアトーレですとか、ラルディーニですとか、イザイアですとか、このあたりのブランドですね。正直見ていただいている方の中で、ここのスーツが劇的におすすめですという方の割合はかなり少ないと思います。スーツの中でもかなり高価格帯になってきますし、このあたりのスーツの魅力だとか、細かな違いというところがパッと見でわかるかというと、まあそこまではわからないというのが本音かなと思います。少しずつスーツですとかビジネスカジュアルのアイテムのランクを上げていって、やっぱりさらに本格化のものを選びたいという時に初めてこのようなイタリアブランドという選択肢が出てくるのかなと思います。まあ、タリアトーレにしてもラルディーニにしてもイタリアのブランドで非常に人気が高くて、ファッション雑誌なんかでの紹介もすごく多いですし、スーツブランドの中ではこだわりが非常に強いんですね。クラシックで伝統的なところをベースにしながら、しっかりとした丁寧なものづくりを行っていて、またデザイン的にもですね、決して派手さはないんですが、細かなこだわりが集積されているのがこれらのブランドの特徴かなと思っています。僕自身はラルディーニはスーツ自体は買ったことないんですけども、ジャケット単品だとか、あとはニットジャケットだとか、このあたりのアイテムはこれまでに何度か購入をしてきました。タリアトーレもすごく僕の体型には合っていて、割とシャープなシルエットのものが多いんですね。ウエストラインがぐっと絞り込んであって、体のメリハリを綺麗に見せてくれるのがタリアトーレの良さではあるんですが、セットアップからジャケットまでかなりいろんなものをタリアトーレでは購入をしてきました。いろんなスーツだとかジャケットを経験した上で、やっぱり自分なりのこだわりをさらに強めたいだとか、人との違いを出していきたいっていうところで言うと、イタリア系のブランドに行き着く方は結構少なくないかなと思います。まあ、先ほど出てきたようなセレクトショップですね。エディフィスだとか、あとはビームス F だとか、そのあたりのセレクトショップでもラルディーニだとかタリアトーレの展開があったりするので、まあ、ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思うんですが、国内のブランドにはないような、やはりちょっとした色気ですよね。大人の色気を感じさせるような細かなディティールの違い、このあたりがイタリアブランドに感じられるところかなと思います。生地使いだとかパターンの精巧さだとか、このあたりの納得度は非常に高いかなと思うので、一応頭の片隅に置きながらお店で見かけ機会があったら、ぜひ一度は試着をしていただければなと思っています。はい、ということでここまではですね、5つのブランドを皆さんにご紹介してきたわけなんですが、ここから番外編ということで2つのですねブランドをご紹介したいなと思ってるんですけども、自分の体型が、まあ、割と標準に近いのであれば、これまでご紹介したようなお店で大体揃えることができるかなと思います。ただ見ていただいている方の中にも身長が低くて痩せ型、結構これは僕がですね該当する部分なんですが、そういった方だとか身長が高くて痩せ型、こういった方もサイズ選びが非常に難しいです。あとは身長が小さくてぽっちゃり体型の方、このような方もサイズ選びが非常に難しいですね。あとはかなりマッチョ体型の方、このような方も肩周りだとか胸周りには筋肉があるんだけども、ウエストがぐっとくびれているのでサイズ選ぶのが難しいです。そういった体型的に既製品だと難がある方は、オーダーのスーツというものを選ぶといいかなと思います。まあ、オーダーにもパターンオーダーというものとフルオーダーというもので分けることができるんですが、今回はフルオーダーに関しては脇に置いときます。このあたりは趣味の世界でもありますし、価格帯はさらにぶっ飛んでしまうので、ちょっと今回は脇に置いといて、でここでご紹介したいのがアザブテイラーとファブリック東京の2つのブランドなんですね。まあ、どちらもですね、僕自身がよく使っているようなお店ではあるんですが、アザブテイラーは僕がですね、新卒で入った会社の2年目以降にですね、見つけてよく使うようになったようなオーダーのブランドで、結構パターンオーダーのブランドの中では一番有名と言ってもいいのがアザブテイラーなのかなと思います。価格帯は3万円台から仕立てることができて、まあ、生地のグレードによってまた値段は変わってくるんですが、比較的敷居が高くないのがアザブテイラーなのかな
かなと思います。まあ、ビジネスカジュアルが強いかというよりは、結構スーツのイメージが僕の中では強いんですね。アザブテイラーには結構長年ですね、オーダースーツをやってきたという信頼感もありますし、まあ、ショップスタッフの方のセンスも信頼できるので、まず気軽にスーツを作りたいという方には、まあ、かなり安心できるセレクトになるかなと思います。一方で、ファブリック東京に関しては、まあ、現代的なオーダーショップとして認識してもらうといいかなと思ってまして、上下のカチッとしたスーツよりは、ビジネスカジュアルで使えるようなセットアップですとか、ジャケットとパンツをそれぞれ変えるようなスタイルですね。このあたりが圧倒的に強いので、スーツを作りたいのか、ビジカジ用のアイテムを作りたいのかで、この2つは使い分けてもらうといいんじゃないのかなと思っています。一度採寸さえしてしまえば、あとはスマホ一つで気軽にオーダーができるというところの、今っぽさというところも含めて、ファブリック東京というのは、まあ、使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひこの2つを頭の片隅に置きながら、自分の体型、なかなかぴったりとくるものが見つかりにくいんだよなという方は、考慮していただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人がビジネスウェアを買うんだったらどういったお店の選択肢があるのか、このあたりをしっかりと解説をさせていただきました。完全保存版だと思います。唯一悔やまれるのは、この完全保存版を撮影している現在、喉の調子が良くないことぐらいなんですけども、まあ、今回の動画ではたくさんのスーツのショップの中から価格別にですね、かなり詳しくですね、解説できたかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも参考にしながら、自分に合うスーツショップをですね、選んでみていただきたいなと思います。またコメント欄の方で、皆さんのお気に入りのショップだとか、ここら辺もいいですよっていうのがあったらですね、ぜひ書き込んでいただいて、皆さんでシェアをできればなというふうに思っています。まあ、本当にいろんなショップがあるかなと思うんですが、それぞれの価値観で、どこがいいのかは変わってくるかなと思います。わかりやすく2つに分けるとするならば、スーツスタイルなのか、ビジネスカジュアルなのかで、選ぶべきお店は変わってくるかなと思います。スーツであれば僕はユニバーサルランゲージだとか、ちょっとこだわりたいのであればビームセーフ、このあたりが最高におすすめかなと思っています。ビジネスカジュアルで言ったらもう2つですね、エディフィスなのかグリーンレベルなのか、この2つがですね非常に強いブランドかなと思っています。そしてコストパフォーマンスの上で最も強いのがザ・スーツカンパニーというところで間違いがない選択だと思いますし、体型に合わないというところではアザブテーラーかファブリック東京ですね、このあたりを覚えておけばいいかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらですね、ビジネスウェアを選んでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてるんですが、もう少し通向けの内容ですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、もしくは何々専門ブランドみたいなところですね、このあたりをおすすめしてるのが、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルになります。月額590円で普段の動画では出さないようなコアな情報をどんどん出してますし、週に1回はライブ配信もやっていまして、皆さんのご質問に直接回答してますので、よかったら概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日僕の方でも発信をしています。また僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくれていたりだとか、あとはですね参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコンテンツになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。